テンプスランプチャンネル始まりましたー。よいしょ。イエイ。テンプスランプ吉永です。土橋弘樹です。よいしょ。本日は掛川勝人選手特集。ついに来た掛川選手特集。もう私が敬愛する掛川選手の特集ですよ、これ。土橋がファンってことね。はい。日本全国民1億2000万人のオートレースファンの皆様、お待たせいたしました、うん、掛川勝人選手特集ですよ。いや俺ら登録者おかしいだろ、少なすぎだろ。日本全国民が待ってましたよ、この掛川選手の特集を。オートレースファン1億いんのに俺ら3000しかいないのか。じゃあま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 あ、掛川選手のファンはね結構多いですから、うん、チャンネルだ、名前はめちゃめちゃ出るよ。そうね、まあ俺がね好きだから掛川選手の名前常々出してる、はい、ってのもありますけども、はい、まあ、そんな掛川選手ね、うん、どういった選手なのか、はい、皆様にちょっとお届けしたいなと思います、うん、荷物みたいな言い方して、掛川選手を皆様のもとへお届けしますよ。はい、掛川選手出身が埼玉県で、もう地元ですね、うん、地元出身でございます、はい、川口出身だったのかな確か、うん、で年齢が52歳。あ、10代な。俺なんかもっと若いイメージ。あ、本当に。なんかでもね、掛川選手ね、うん、すごい渋イケメンだから。確かに、うん、渋かっこいいです。渋かっこいい、ね、うん、で生年月日が1970年3月16日生まれ、うん、そう俺と同じ3月生まれ、まあ、吉永も3月生まれか。3月生まれなんで、なんか親近感が湧きます ね。3月生まれのなんかそういうのないからね。3月会わ、3月生まれの人なんか親近感湧くわとか言ってんのすっごい恥ずかしいよ。そうか、いや結構あるだろ。同じ月なんですねって結構話。でも3月って多くない？早生まれだからちょっとなんか得してるみたいな、その大人になってればね。学生時代は損だけど、まあ1年のハンデがあるからな。1年違うから体格とかも意外と違うよね、本当に。スポーツ選手って早生まれめっちゃ少ないっていうのは、その1年違うやつと競うから脱落していくの。4月生まれが一番強い。22期生っていうと、うん、高橋光弘選手と。おお、なるほど、はい、年齢も近い。52。光弘選手そう、まあ同期だからね、光弘、うん、選手50歳かな今、うん、はいはい。で所属はもちろん川口と、はい、うん、持ってるバイク、うん、チッチ07。チッチ074台もブレイブチッチ、うん、このチッチっていうのはね、うん、あの奥さんのあだ名から来ておりますからね。なるほど、はい、なんか千尋とか千秋とかそんな感じなの。ああ、かもしれない。ちーちゃんが。でもずっと奥さんの名前をバイクにつけるってことはすごい、本当になんかむつまじいおしどり夫婦なのかなっていう。50代になっても。そしてあとユートピア。おう、ユートピア、ユートピア C、まあ、理想郷ですね、ユートピア、うん、まあ、C ユートピアっていう。これ師匠が乗ってたバイクからもらったのかな、ユートピア、うん、ユートピアってさ、うん、こわ理想郷みたいなのがあるよね、うん、ある。そういうのあるって、その後に C ってつけるってことはさ、うん、奥さんが安心できる場所という、この奥さんが俺にとっては理想郷だぜっていう。なるほど。で身長が168センチ、体重54キロ、お痩せてる。血液型 AB 型、うん、で星座が魚座。ああ、魚座、うん、なんか魚座多い気すんな。まあたまたまだろう、ね、多いな。ちゅうことは3月生まれ多いんや。そうだな、3月生まれ。そこ魚座、まあ、3月前半は魚座なのかな。水を、雨が降ったら水を得た魚のように強くなるのかもしれないけど、掛川選手そこまで雨強くないし。じゃあ当てはまらんなんかいいな、うん、結構当てはまるんだけどね、この星座が。なんかないかな。あ、夏めっちゃ強い。夏めっちゃ強いんだけど、うん、あの他の選手からそのもう暑さで干からびさせるみたいな、うん、まあ、陸に上がった暑さだと干からびちゃうでしょ。自分が、まあ、暑さが強いっていうことは、まあ、熱帯魚のようなね、うん、ピラクルのような鋭い。ピラルクだな。ピラルクか、うん、それなんかちょっと飲み物か、ピルクルは。ピルクル飲み物混ざっちゃってる。そのじゃあ魚って言ってもその、うん、熱帯魚の方の魚だから夏に強い。夏に強いことね。ちょっと当てはまんないな、掛川選手は。魚座は確かに結構当てはまるんだけどね、うん、雨強い。ブロックがうまいからさ、こう群れをなしてるような、うん、こう掛川選手のレースを見ると、うん、魚群みたいになる。え、じゃあ激圧リーチってこと。激圧ですってこと。だから掛川選手が先頭に行ったら激圧ですってこと。確かに魚群みたいになってる。魚群みたいになる。じゃあそれだ、それだ。だからさ、それだ。いや今のはだから、うん、俺ってことね。いや、まあみんなのよ。え、みんなで出した。みんなすごい。みんなでチャンネルとしての意見なんで今のこれは導き出したね、はいはいはい、みんなで出しました、この。みんなすごかった、はい、趣味がゴルフ。おお、まあなんか紳士っぽいね。そう、うん、まあ、見た目もなんかやっぱりそのゴルフやってそうなね、なんかシュッとして、うん、シュッとしてヒュッって感じだよね。なんかお金ありそうだよね。まあなんか見た目紳士だよね、うん、そうね、シュッと先生、はい、でそんな掛川選手のねプロフィールだったんですけども、はい、通算勝利数の方とかも見ていきますか、はい、優勝回数は
16回、うん、まあ結構してますね、うん、着497回ということでね、500勝まであともう少し、ね、はい、区切りですね、500勝、うん、はい、結構ね成績残しちゃいます、はい、G2 も2回優勝しているということで、はい、他にないかな、なんか情報が欲しいな、鍵屋選手。今プロフィールしか今言ってないから、そろそろ多分情報屋が来るっていう話なんだけれども、 なるほどなるほど、情報を得ました。お、え、今あ、来た、たった今情報、ウイシの情報が来ました。はい、これちょっとあんまり言ってほしくないですけれども、あんまりなんかグレーゾーンの話ですか。ちょっとグレーかもしれない。あ、本当にここだけ YouTube だから言えるように、 YouTube だからこそ言えるし、え、ウーシー的なやつ。そうね、ちょっと危ないかもしれない。ここからメンバーだけっていうこともできるか。あ、そうね、でもサービスで中央はサービスでやりますか。なるほど。で、はい、埼玉県出身の角川和人選手、うん、はい、行きつけのお店がありますと。お、行きつけ、はい、はい、そこはあの川口の焼き鳥太郎という、うん、お店が、うん、行きつけのお店ですと、うん、はい、言ってるんですけど、そこのお店の店主、はい、4つ上のお兄ちゃんです。あら、お、なるほど、お兄ちゃんのお店の常連なんだ、はい、これただ宣伝してるだけっていう説はあるんですよね。だからそこはちょっとグレーかなっていう。あ、なるほど、うん、まあ行けつけらしいんで、うん、めちゃめちゃ美味しいと思います。全然言ってよかった、うん、全然グレーじゃないです。ちょっとねつまんで食べたいなっていう時にはね、ちょうどいいお店です。お、現場からは以上です。じゃあそのお店に行けば掛川選手いるかもしれないっていうこと。あ、そうね、掛川選手とね、加賀谷選手もね、その行きつけのお店に行ったりしてるような話を聞きましたね。川口選手がいっぱい行く、ね、込み情報は、うん、ということで、はい、でそんな掛川勝人選手、うん、どういったレーサーなのか、はい、ね、特徴をね、うん、皆様にお教えしたいなと思います、はい、まあ、掛川選手、うん、もうブロックがめちゃくちゃうまいです。抑えて抑えて抑えて、どんな選手でも抑え込んでの、うん、抑え走り、変速走行っていうんですかね、それを得意としてる選手なんで、なかなかいない選手のタイプなんでね、本当に見てて楽しい選手でございます。だからスピードとかそんなに出ないというか、うん、そうだね、はい、まあ、思想あんまり関係ない選手なんでね、はい、はい、3秒台ちょっとでも出てれば、うん、狙ってみても面白いかなと思います、はい、さあそんな掛川選手のね、うん、走り、レースを皆様にちょっとお届けしたいなと思います、はい、ということでじゃあ早速見ていきましょう。メンバーこちらです。こちら、浜松オートレース場で行いました SG 全日本選抜オートレースの予選なんですけれども、うん、これ10メートルオープンなんですけどもね、まあ、伊藤昇選手とかいるんですけども、掛川選手、はい、一体どういったレースをしたのでしょうか、はい、ということで見ていきましょう。どうぞ。ブレイブチッチ、スタートまで3秒を切りました。10レース予選競争スタートしていきました。10メートル争いのスタートです。10メートルのスタート、最内から1番掛川、しっかりと強門残していく、トップスタートを決めました。2番の青木、その後が3番の柴田と枠内発進、内に潜り込んだ7番の篠原がイン狙ってきます。4番の金貝はここは5番手、8番の伊藤信夫外から6番手です。5番の鈴木、6番の内山は後方という体勢です。内枠勢が主導権を握りました。1番の掛川、2番の青木、3番の柴田の内目覗き込んだのが7番の篠原、ここで3番手に上がりました。伊藤信夫は5番手、金貝の後ろ6番手、今インコースから5番手中段に上がってきています。レースは残り4周回です。1番の掛川が後続を抑えて逃げます。2番の青木、掛川をさばかなければいけません。しかし掛川が抑えます。青木2番手変わりません。3番手には7番の篠原、4番手には3番柴田の内目から8番の伊藤信夫を上がってこれるか。4番手争い、残り3周回です。隊列は変わりません。1番の掛川が逃げます。2番の青木、何度も何度も内目狙っていますが、掛川のインコースは簡単には入れません。3番手に7番の篠原がいて、その後伊藤信夫、ここで伊藤信夫がインコースを狙ってきました。篠原の内目入って3番手に上がりました。さああとは1番の掛川、2番の青木、この2枚ブロックを突破できるかどうか。残り1周半を通過しています。掛川が逃げる、ここでやや膨らんだか。2番の青木も突き合って、8番の伊藤信夫内目狙って、青旗振られてファイナルラップ、ここで2番の青木をかわして伊藤信夫2番手。さあ先頭までいけるかどうか、掛川が抑えきるか。伊藤信夫2番手、2番の青木3番手、最終周回3コーナー、伊藤信夫内を救ってきた、届くか。1番掛川、8番伊藤信夫並んでゴールイン。2連単1番8番4300円、15番人気2連服1と8の組1000トンで40円。はい、レース見ましたけども、はい、掛川選手ね、うん、
枠が良かったよね、うん、っていうのもありますけれども、あ、まあ見事抑え込んでの一着、掛川選手らしいレースでしたね、はい、こういうね、まあ、SG のレースでもね、はい、こういった走りができるというのがね、掛川選手の素晴らしいところでございます、うん、まあ穴見選手とかもレース特集やったりとか、うん、選手紹介とかやってますんで、うん、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います、はい、概要欄に貼ってありますからね、はい、ということで本日の動画こちらで終わりにしたいと思います。この動画が良かったら、もしチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。おご視聴ありがとうございました。あしゃ、チャンネル登録お願いします。